もしもし、ミーコちゃん、久しぶり。ふん。ふん。どうだった？どうだった？月1ならスケジュール的にも問題ないからオッケーだって。やったー！頑張れ頑張れ！もっとペースアップ！無理！そんなんじゃ腹筋綺麗に割れないよ！むしろ割りたくない！ユカ、二人ともトラウマになっちゃうからさ、もうちょっとお手柔らかに。それじゃあ、ホットヨガで体幹を鍛えると姿勢が良くなるし、代謝を良くすることで冷え性の改善や美肌効果も望めるの。女性の方はこのジムでレッツエクササイズ。それじゃあジムでいい汗かいたから、次はお風呂でさっぱりしようか。やったひな祭りをモチーフにした曲か。じゃあ悩んでないで、とにかくやってみたらどう？お祭りですか？ひな祭り楽しそうじゃない。そういうことやるとアイデアがひらめくこともあるし。考えすぎず、まずは行動、そこで掴んだ発想が大事だよ。ただし普通じゃつまんないね。自分らが楽しめるミックスが欲しいかな。いいね、 Go for ブロック、当たって砕けろの精神でチャレンジだよ。うまくいったら儲けものくらいの気持ちでさ。後方ブロックでは。じゃあ他のユニットのみんなにも声かけよう。ごきげんよう、リリカルリリーが歌うテレビアニメ D4DJ オールミックス、オープニングシングルがついにリリース、舞姫好評発売中。皆さん、ヘビロテの準備はよろしくて。ピーキーピーキーの山手京子です。 D4DJ オールミックスのエンディングシングルがリリース。表題曲アラウンドアンドアラウンドのほか、劇中歌を3曲収録、好評発売中。テレビアニメ D4DJ オールミックスに登場したピーキーピーキーの新曲がグルミクに登場。ライブシーンで盛り上がったあの曲をリズムゲームで遊べるよ。 D4DJ グルミク好評配信中。